こんばんは。超光ってる。今日は今年最初のバレエのレッスンでございます。本当に久々だね。久々だね。とバレエの発表会がこの前あって、あー光合成しちゃう、私光合成しちゃうわ。眩しい。で、バレエの発表会が12月にあったんですよ。クリスマスの日ですね、にあって、そこからもうバレエのレッスンがなくて、で今日初めて、今年初めてのバレエだから3週間ぐらいやってなかったんですよ。キュー、体がもっと硬くなっちゃってる。まあ今日はね、私はねすごい頑張れると思うんですよ。なんでだと思いますか？なんでですか？お家で納豆汁を飲んだからです。なんかすごい寒くて体温まりたいなと思って、なんか作り方見て適当にやったらできたんですよ。すごくないですか？あのね、ママはね今日仕事帰り遅くなっちゃって、うん、なんか帰ってきたら、うん、部屋がもう超納豆の匂いだったでしょうね。びっくりしました。はい、出せんよ。ということで、じゃあ今ママが運転してくれているので早速向かいたいと思います。行ってきます。はい、着きました。じゃあ早速レッスンしてきます。4回目、はい、一気にやるよ。ということでバレエ終わりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日は久々にちょっとゆっくりめのバレエで、すごい楽しかったです。発表会だったからずっとね忙しかったから、すごい楽しかったです。で今からお夕飯のお買い物をしていきたいと思います。じゃあ行きましょう。絶対止まるよね。あ、納豆ではないんだ。
ね。どれがいい？わかんない。いつもない。何でもいいんだよ。何しようよ。かわいい花かっこ。でも匂い少なめだってやだ。美味しそうだね。かっこいいだわ。飲めない。お粒。美味しそう。今日何ご飯？今日は、もうご飯も炊いてこれなかったの、時間なくて、今日忙しかったもんね。そうそう、だからもうちょっとつけ麺とかにさせてもらっちゃおうかななんて、ね、じゃあ麺買いに行こう。はい、パン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 、フライパン、あ美しいなんかあれだよねもうキリがないな、端から端から欲しい病、欲しい病になっちゃうから、欲しい病になっちゃうから、はい、行くよ。チーズ、ふりかけ欲しい。ふりかけ欲しいの、なんで？なんでも食べたいから。どれ？アンパンマン。そういうやつ？そうだよ、汁入ってんだよこれ。アンパンマン、じゃあバイキンマン出ますように。なんか焼くだけの餃子買っちゃったラーメン屋さんだね。ママこれ買って、いつの間に。ママ、ね、ユーフォいる。で、ママ、ママ、ママ、あ、聖子ちゃん。え、かわいい。いつの間に。ねえ、明日の朝ごはんさ、サラダがいい。ドレッシングにかけて。すごい、そんなの食べたの、今。今、そ朝ごはんのパンを買って。いちごオールだ。ママ。もうさ、見るもの全てが欲しくなる。99円だから。日付見た？2月24日、26があるこれはでも炊飯器のビーフシチューだって美味しそう。ビザパンも美味しそう。大福みたいなホイップアンパンだって見るもの全部欲しい病だもんね。ねえ野菜、野菜、野菜コーナー行こう。あ、ビーチでチョコレートまーちゃんと言うと、もうあれもこれもだからいい子見て、超美味しそう。じゃあね、ママ嫌い。ママ大好き。私は嫌いだよ。ママ大好き。私はもう大嫌いだよ。ピンクの傘だ。もういい。はい、今お買い物終わりました。夜ご飯 OK でございます。今日はバレーでございました。今日はね、だいぶグダグダ動画になっちゃったですけど、ここまで見てくれてありがとうございました。じゃあ、お腹が減りましたよ。はい、じゃあ帰ってご飯をたくさん食べます。はいはい、あおちゃんとスーパーに行くと見るもの全部が欲しくなっちゃうので、これからは一人に行こうと思います。何それ嘘。でもあおちゃんとはなんかスーパー行くの好きも、じゃあ許してちょうまいね楽しかったです。はい、ありがとうね。はい、はい、今3度だって。寒い。さっき6度だったのにね。まあそれ置いといて、はい、じゃあ帰ります。バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。